デジバイスはデジタルモンスターに登場する架空の道具。デジモンのアニメ、漫画シリーズの主人公達が所持する小型のコンピュータである。数種類存在するが漫画で登場したデジバイス01やデジモンセーバーズに登場したバイオデジモン専用デジバイス以外は皆同明の玩具が発売された。それぞれにドラゴンクエストアルクンデスのような万歩系風の 振り子機能を搭載している。アニメシリーズ内ではいずれもデジモンを進化、合体、収納する機能が主だが、現実の玩具は基本的に本家玩具と同じく育成ギア要素が強い。デジモンアドベンチャー、デジモンアドベンチャー例にデジモンアドベンチャートライに登場。劇中では聖なるデバイスデジバイスと呼ばれ、選ばれし子供たちのパートナーたちを進化させたり、 闇の力を浄化したり、仲間の居場所を探知したり、結界を張ったりと、様々な機能を発揮した。デジバイス01漫画、デジモンアドベンチャー V テーマー01に登場。腕に装着する、小型コンピュータでありデジモンのステータスのスキャン、コマンドのアップリンクなどの機能を持つ。なお、デジバイス01は、デジバイスとしては、唯一商品化されていない。デジモンアナライザー PC 風のデジタル図鑑。 泉幸四郎が所持している。デジモンアドベンチャー例に、デジモンアドベンチャートライに登場。名前は、ジギモンディテクトディスカバーの頭文字を取って D-3 というほか初代デジモンデジモンペンデュラムデジバイスの3つの機種の融合という意味合いもある。前作のデジバイスと違い、パートナーをデジメンタルと呼ばれるアイテムを使った疑似進化によって、 アーマー体へと進化をさせることができる。タケルと光のものは希望のデジメンタルと光のデジメンタルの力で前作のデジバイスから変化し、以降はそれを使っている。通常のコネクタの他にスワン端子を内蔵しており、専用のケーブルを介してワンダースワン用のデジモンソフトと接続できる。成熟機へは特定のデジメンタルを集めることで、 完全体は D-3 同士の通信ジョグレスで、究極体へは、ワンダースワンソフトの完全体とジョグレスすることで、進化する。D ターミナルス3専用のデジタル図鑑。デジモンテーマーズに登場。側面にカードリーダーが付いており、デジタルモンスターカードゲームのカードを通すことで、パートナーを強化したり武器を装備させたりすることができる。劇中では、カードリーダーが変形する。 デジモンがパートナーになった際どこからともなく出現するといった2種類の出所が存在する。高戸のものはギルモンが怒りでメギドラモンに暗黒進化した際に壊れてしまうが、デュークモンに進化する際に金色のアークが現れ、以降はそれを使っている。アニメ内ではデジバイスまたはアークと呼ばれていた。デジモンフロンティアに登場。子供たちの左手に出現する。 デジコードをスキャンし、スピリットを使ったハイブリッド体へと進化させるアイテム。劇中では子供たちの携帯電話から変化したものであり、呼び方はデジバイスで統一された。拓ヤと輝きにのものは、オファニモンの最後の力で全体に、赤と青のそれぞれに変化し、以降はそれを使っている。また、通信機としても使用できる。D スキャナの玩ングは、 かつてのバーコードバトラーのようなシステムであり、バーコードのついたデジモンカードや一般のバーコードをなぞるように読み込ませることで、パートナーデジモンを入手できたり、プラグイン等のサポートアイテムを入手できたり、あるいはデジモンバトル用のバーコードで対戦して、デジモンを強化できる。読み取り部に指や鉛筆などを擦ることで、パートナーデジモンの攻撃が変化するアクションスキャンもある。 レアなバーコードを漫画や雑誌に登場させたり、大会の商品にしていた。TV アニメ、デジモンセーバーズおよび漫画、デジモンネクストに登場。セーバーズでは、パートナーデジモンを収納する機能が付けられたほか、ネクストでは、デジモンミニュが変形したものとして描かれている。ちなみに、セーバーズでは、アニメ、漫画では、初の人間が作ったデジバイスである。 赤外線通信バトル、データカード出す連動、ファイトマネー、コロシアムやミニゲームなど追加要素が満載。手や ID プレート、金属類を使ってデジソールチャージをし、デジソールを与えることによって進化する形態が変わる。また、デジモンバトルターミナルに自分の育てたデジモンを転送することができる。最新の二百一、二百二は通信対戦後に、 様々なお楽しみ機能がある。登場デジモンは一新。デジバイスバースト TV、アニメ、デジモンセーバーズに登場。劇中では、デジバイス IC が、究極のデジソールによって変化したものである。デジバイス IC の機能に加え、エアシグナル入力という画面に表示させる黒いバーに、合わせて手をかざす、新たな機能が追加された。バイオデジモン専用デジバイス TV、アニメ、 デジモンセーバーズに初めて登場した敵側が使うデジバイス。ハイパーバイオエボリューションの掛け声とともにバイオデジモンへと変身することが可能。青、赤、オード色の3つが存在する。商品化はされていない。デジウィンドウ PC 風の図鑑ギア。デジモンクロスウーズシリーズに登場。ジェネラルと呼ばれるデジモンをデジクロスさせることができる指揮官が持つ携帯アイテム。 劇中では、クロスローダーと呼ばれている。デジモンを中に収納させることが可能で、リロードさせることで、デジモンが実体化される。はじめは白色だが、契約時に名を叫ぶことで、それに応じて、ボディカラーが変わる。主人公、工藤大輝のクロスローダーは赤色であり、ライバル、青沼桐葉のクロスローダーは青色、天野ネネのクロスローダーは黒色である。天野優は、 ダークネスローダー黄色のクロスローダー。3期ではクロスローダーを持つハンターたちが増加したため様々な色のクロスローダーが登場している。デジモンクロスローダーの玩ングは今までのデジモンシリーズで初のカラー液晶を使った玩ングとなっている。バトルは RPG 風の軍団バトルとなっている。一人プレイではクエストと呼ばれるミッションに出て各ゾーンを冒険する。 特殊マイクを内蔵した本体上部を起動させ様々な音をかざすことでデジモンクロスローダーにデジモンが生成されまたアニメ内のデジモンデータコレクションコーナーやウェブデジモンクロスアリーナで流れるデジメロディリロードによってもチャレンジが可能デジモンクロスフィギュアシリーズなどの関連商品に付属するデジメモリと呼ばれるチップをスロットに差し込むことで伝説デジモンの召喚儀が発動される 専用 SD、カード、デジモンコードクラウンで、新ゾーンのクエストや新たなデジモンの召喚もでき、音楽を入れて、ミュージックプレイヤーとしても、使用可能。また、項目の選択は、ジョグダイヤルを回すことで行われる。このようなボリュームの多さから、玩具の発売は放送開始から3ヶ月後の10月16日に、発売され、今までのデジバイスシリーズとしては、最も遅く発売された。 また、キリハが使う青のクロスローダーがブルーフレアサイドとして2011年1月末日に発売することが決定した。またバンダイが主催するデジモンクロスローダーの公式大会デースリンガーのジュニア部門シニア部門の最多勝者に商品として与えられるデジモンクロスローダーブラックカラーバージョンが存在する。イベント名 D アスロンデースリンガー大会イベント名 デジモンクロスウォーズワルノデスジェネラルと7つの王国スタート記念イベントイベント名。デジモンクロスウォーズワルノデスジェネラルと7つの王国スタート記念イベント上記3カ所で開催され、現在合計12個が商品として存在する。ダークナイトモンが作り出したクロスローダーに似た機能を有する謎のアイテム。黒いクロスローダーの上部に牙がついたデザイン。 相手のデジモンを合意に関わらず強制的にデジクロスさせるなど禍々しい力を秘めており使うデジモン人間に合わせて大きさが変わる未商品化デジモンアドベンチャーに登場するデジバイス劇中での機能はほとんど初代と同様だが紋章のタグが存在しないため進化時に紋章のマークが画面に出現する玩具はプレミアム版イ限定販売 昨日も初代でエジバイスのリメイク版である。就営社 V ジャンプ2011年1月号 P159 就営社 V ジャンプ2011年6月号 P165 ありがとうございます。